新喜劇見てくれた人全員マブダチナのコーナー、イエーイ。今回のゲストはこちらでございます、鮫島由紀恵ちゃんです。お久しぶりでございます。お願いいたします。いつもだったら来てくれる若手のみんなが、はい、あの持ち込み企画みたいな感じなんですけど、そうそうですね、今日はなんか違くて、ザザン黒ひげ危機一髪をしながらフリートーク何それ、何なんだ。噂によるとサメちゃんはなんかビビリだって聞いてます、大きい音とか大きい、かわいいんだけどあの言われてるのはサメ島さんのかわいいところを引き出してください、はい、言われてるんです。だからやっぱりサメちゃんがいやって今みたいにね、かわいくね飛び跳ねるような仕草をやっぱりファンの人に届けなきゃいけないので、なるほど、だから今日はこれちょっとフリートークしながら、はい、この黒ひげ危機一髪をやっていこうということです。なるほど、はい、じゃあ僕からいきましょうか、ね、はい、お願いします、はい、本当にそ のびっくりなのが、ひでこ姉さんめちゃくちゃ仲良くさせていただいてるんですけど、うん、ちょっとこれはねちょっと一回一回ね、しょうがないよね、うん、しょうがないよね、うん、はい、ちょっと止まりますビビリなんでね、うん、はい、あれ、これはでも普通の、いやこれは今のは普通の黒ひげをプレイするときはまあやっぱなっちゃう、なっちゃいますよ、ね、でもいいテンポでいかないとね、はい、そうですね、そうですね、で今ひでこ姉さん、はい、もうやめてよ、しょさんもおじさんのビビってるとか誰も見たくないんだからテンポよくでも行きますか、そうね、そうね、そうね、うん、何ひでこちゃんが、そのね、ひでこ姉さんって分かっててもね、はい、うん、こうまつげ取るときに、ひでこ姉さんがこのタイミングで私を驚かそうと、私を取ろうとしたときに、はい、うんうん、私の手をこうやって取ろうとしたんですよ、うんうんうん、もうひでこ姉さんって分かってても私もう怖すぎて、うん、もう震えてもう声も出なくてってなってもうゾンビのように見えた、いや本当そうなんですよ、一瞬、まあでもゾンビみたいなとこありますもんねどこがなんですか、そうなんだ、それぐらいビビリなんだ、いやそうなんです、それはちょっと自分でも引きましたね、分かってるのに。でもあのボンザワールドっているでしょ、はい、あいつも相当ビビリで、え、新喜劇の楽屋ってさ、あの7号楽屋って女性楽屋って大きい楽屋があるじゃん、はい、で離れたところに D 楽屋とか B 楽屋とかあるじゃん、はい、その D 楽屋に向かうのにこうなんていうの、こうあれクランクっていうのかな、こうはい曲がってもう一回曲がりますみたいな、はいはい、でも毎回ね僕ね、その D 楽屋でボンちゃんと同じ一緒になった時はその曲がり方でわってびっくりさせたいのね、ひでこ姉さん、そうです、あ、そうなんだ、でそので毎回ビビってくれるのボンちゃんで、一回そのクランクのこのここでわってやって、うん、でもうあーってびっくりしてやめてくださいよみたいな言ってる間にこっちにもう早く生やしていっといて、これでも本当に3メートルぐらい、え、そうですね、でもやめてくださいよってしながら来たところまたわってた、あーっ って同じぐらいビビってたのよ。ちょっと今度やりたいですね、ボンちゃん VS サメちゃん、うわ、どっちがビビリかね、はい、はい、ちょっとそれはなかなか、それなんかでも何原因とかあるの、それでも年々なんかひどくなってる気はします、うん、今の黒ひげってこんな大きいんだね、ね、思ってるより、うん、え、これ全部刺さるんですよね、どういうこと、これ全部刺したら全部刺さるんですよ、全部刺したら全部刺さるんですよね。てめえ何言ってんだよ。はい。ちょっともうそろそろでも危なそうだよね。結構ね来てますよね。うん。怖いな。ちょっと前の方もある。うい。本当に終わる頃には。行きましたよ、うん、なるほど、ちょっとなんかじゃあ肝試しとかも面白そうだね、いやー本当にサメちゃんとボンちゃんで肝試し行ってもらう、はい、え、企画とか頼れる人いないんですか、そうだからこそいいのよ、どっちが先に裏切るかっていうの、辛い辛いよ人間模様みたいなよ、でも本当に叩いてしまうか、そろそろ危ないよ、うん、うん、まあ、ちょっともうちょいテンポアップしてみる、はいね、今日のあのその服装のテーマは何なんですか、うわぁダメだよ恥ずかしいダメだ、今俺サメちゃんより大声出ちゃったやだよ、カットしてよ、
こんなの誰が見たいのよ、47歳のおじさんの大声。ごめんサメちゃん、サメちゃんの可愛い悲鳴をかき消しちゃったよ。今週の新喜劇の見どころの方を紹介していただきましょう。はい、タイトルはですねこちら、幽霊のお礼あなたの愛をくれいです。はい、はい、坂井愛座長でございますね、はい、楽しかったですねこれね。楽しかったですね、千葉さんも参加されて、ね、あら差し絵まで入れてくれて。あ、そうなんです、かわいいそのお化け、はい、お化け。え、そのお化けはなんて言ってんのそれは。今私より驚いてんじゃねえよって言ってます。わ、かわいいですね。本当に。はい、見どころはこちら。はい、じゃじゃん。お、音楽、そして田畑さん。田畑くんのことなんだと思ってんの。鏡餅じゃねえか。もうキュートで、そんなに歪んでるか田畑。いやいやいや、キャラクターってやっぱなんか、ま、その特徴を誇張するといいって聞いたんで、ね、うん、確かに。でもまあ分かりますよ、見てパッとね。やっぱり音楽、そして田畑さん、なんですかこれは。アイネーさんの座長集って、うんうん、やっぱり音楽が結構こだわってらっしゃる気がしまして。確かにね、はい、うん、今時の音楽だったり、そのときめく音楽だったりっていうのがすごく盛り込まれて、はい、今回ももうあるところで流れる音楽がやっぱりキュンと。そうですね、そこも面白かったですもんね。やっぱりこうパッとそこから新喜劇見た方でもあれってこう目が止まるような演出となっております。なんか毎回やっぱ田畑くんをそういう演出で愛ちゃん使うもんね。あー、そうですね、一番なんかこう思いつくんだろうね田畑くんってね。本当に男前ですからね、うん、モテ遊んでる感じに見えるもんね。え、田畑さん、もう田畑というおもちゃをね。いやもう本当に口がこんな感じだったんですずっと、うん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 、だその口にも注目していただきたいですし、はいはいはい、あとギャップね。そうですね、はい、田畑さんのギャップ、ちょっともう本当にあの田畑危機一髪っていうグッズを出してほしいぐらい。ね、ぜひぜひあのこちらの新喜劇の方チェックしてみてください。あ、やっちゃった、今全然驚かなかった、ごめん。なんか最後ひどいありさまだね僕たち。ちょっとあのね、あの危機一髪で使い果たしましたね。ちょっとでもあの今のはでも逆に言うとサメちゃんがわーって言ってるそこを楽しんでほしいですね。すいません、なかなか見れません。失礼いたしました。わーだって。そんなんでした、可愛らしいですね。ということで、本日のゲストはサメ島ゆけちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。